はい、皆さんこんにちは。今回はマインクラフトザ・ウォーキング・デッド・ワールド前回の続きやっていきたいと思います。イエーイ。前回は学習リソースセンターの方で抗生物質を取ってきたんですよ。それで、取ってきた後に、感圧板を踏んだらこちらの刑務所の方に来ましたので、で、その時に指示が出てたのが A ブロックの方に入っていきなさいというようなものでしたので、今日はここから行きたいと思います。じゃあ行きます。で、 A ブロックの今のこのブロックにはですね、おそらくグレーンがですね、もう病に伏してるじゃないかなと思われます。グレーンがいるはずなんですけど、これがグレーンか。おい、こっち来い、グレン、虫かい。まあ、入れないようにかなり厳重に皆さん、もう感圧板などございませんね。はい、特に何もないかな。お、ここにもいるぞ。おい、こっち来い。誰だ、おじさん。カモン。これはインフルにかかった患者の一人なのかもしれないね。住人の一人。特に何もないな。ところどころ電気がついてる。独房があるけど。お、ここにもいるぞ。ハロー。ハロー、プリズナー。ロー・マクナルド。生のマクドナルド。あ、これ欲しいな。マック食いて、ポテト食べたいよ。これは？あ、まあ。すべてこの、住人たちとの交渉、できない、これが。物、ブツブツ交換したいのにできない。まあいいや。お、なんかあるぞ。はい。Go here! 行きましょう。何があるのか。こちらの方に指示が書かれてます。Take guns! 銃を持って、Kill walkers! ウォーカーをやっつけろ。そして、フェンスを直せということが書かれてますので、フェンスを直していきたいと思います。はい。じゃあね、人参。ちょっと装備しましょう。ウォーカーをやっつけることになりそうだね。で、フェンスを持ってるから大丈夫だな。よし、行きましょう。お、こっちかな。When you repair fence, use pressure plate. あ、フェンスを直したら、あそこで感圧板を使えみたいな感じだね。じゃあこっちだな。おつ。よー。イェーイ。どこだ、フェンスは。ちょっと待った。たくさんいる感じがするぞ。やばいんじゃないか、これ。やべやべ。早速、先日覚えたこのマグマディフェンスですよ。マグマディフェンス。これ通っていけないな。通ったら燃えちゃうな。よし、次のポイントにマグマを拡散していきたいと思います。ここでしょ、もちろん。ここ、はい。これどうだ。よし、ほら、どんどん来い。何もできないだろう。ほら、こんなにいっぱいウォーカーがいますよ。テイクプレッシャー。よし、あ、感圧板。オッケー。じゃあ、もうちょっと。どうしようかな。これはちょっと危険な感じなのかな。このまま行っていいかな。行っちゃう？うん。もうちょっと、ちゃんとしたところに置こう。ここ。ここ。はい。どうなのこれ。ほら、これ来れないでしょ。オッケー。ウォーカー目、この醜い顔したウォーカー目。これで君たちここはもう入れないぞ。オッケー。これでちょっとずつ直してるよ。オッケー。これでもう完全にシャットアウトしましたよ。どうなの。おお、燃えてる燃えてる。醜い顔したウォーカー目。おし、じゃあここにちょっとフェンスを拡張。これでいいんじゃないか。完全にウォーカー入ってこれないよね。よし、じゃああちらのゲートの方に行って感圧板を使いたいと思います。さあ、この先はどうなってるのか、いきます。ちょっと待って、お腹が減ってきたよ。サンドイッチ食べて、お腹いっぱいになったところで感圧板セット。よし、OK。
刑務所内にワープしましたけど、テレポーテーション。こちらはどこだろう。どこのブロックに移動した？ああ、裏側と通じるとこね。でも降りない方がいいよね。一度刑務所内。少し様子見ていこう。お、なんか書いてある。Go here! ここに乗ればいいのかな？はい。What the fuck? Boom! Go out! Hurry! こっから出ていけみたいな。Go out! Hurry! なんだ？ほら、ここに、B ブロックの手前に出ましたけど、これは住人さん、刑務所の住人さんが、行く、何人か、外に、おりますけど、特に、得意の交渉は何もできない。物々交換、できない。あ！これ、初のこれ、リトゥン、お？おい、こうか。バックパック、初のバックパッククリア、持ったぞ。これはどうすればいいんだ？どっか、背中？つけれねえな。これどんどん貯めておきたかったな。お、なんだ？なんか起きてる？もやもやしてますよ、何か。悪い空気でも君、まとってますか？悪いオーラ出てますよ。じゃあ行こう。さあ、ここ。行きましょう。あら？何やら、監視塔の上で火が出てますよ。誰か火つけたな。ダメだぞ、火遊びは。どこ行くんだ？ここになんか書いてあるよ。はい。Go to D block for Glen。グレンのために D ブロックに行けだって。ちょっとこれ、新しいレギンスをチェンジだ。この、もう弱りかかってるレギンスをチェンジ。で、弱ったレギンスを入れて、バックパック使うのかな？オッケー。じゃあ行こう。D ブロック。D ブロックどっちだ？こっちか。こっちだね。よし、行こう。待ってろ、グレン。君の命を僕が救うよ。リックが。お、なんだ？お？これはグレンなのか。グレン？ペーパー持ってないよ。お尻を拭く紙すらもないからね。なんだ？あー、壁が、穴開いちゃってるよ。どういうこと？ちょっと待った、外から嫌な音がする。え？は？ちょっと待った。不吉な予感がするぞ。何これ。OK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 。こっちについてる。何かがついてる。あ？ここの？おう、こっちについてるよ。グレン、さっきのグレンじゃなかったのか？ここに、血の跡がついてる。なんか書いてあるよ。A ブロック、あ、これ関係ないね。誰だ？これグレン、これグレンか。持ってないバックパック10個も。一人だけはぐれで来てるな。うん。お、こっちか。こっち行けばいいのかな？なんか書いてあるよ。左？右？あ、この中央の感圧板を踏めってことね。オーケー。一匹だけ来てるな。はぐれウォーカー？あ、ぶらぶらぶら、はぐれウォーカー来てるよ。はぐれウォーカーめ。ウィッ！ダーリルのパワー！ダーリルパワー！よし。お、何？オッケー。今どのあたりの話なのかな？もう、刑務所はもう話的には終わりなのかな？エピソード的には。お、oh, now you play as Daryl. ダリルとして、君は、プレイするみたいな感じだね。じゃあね、今日は、刑務所が終わりました。まあね。で、刑務所はもう終わったってことは、襲撃された後で、で、刑務所から皆さん脱出するんですよ。それで、刑務所のみんなが、あちこちにばらけて、まあグループごとにですね。それで、次回はですね、それぞれの、まあ、エピソードを冒険していくのかなと勝手に考えてます。そうなるとね、非常に楽しいんですけどね、ダリルとかね、あとはタイリースとかね、リックとかみたいな感じで、それぞれのエピソードごとで
冒険できるのは非常に楽しみかなと思います。それではね、今日はここまでにしたいと思います。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた、See you!